キム・ブタンはカナダのショートトラックスピードスケート選手。カナダナショナルチーム所属。ケベック州シェルブルック出身。世界大会及びカナダ選手権大会で多くのメダルを獲得したことがある。モントリオール在住。学生。趣味は絵画と編み物。トレーナーであるスピードスケートのチャンピオン。マルク・アントワヌ・ガニョンに影響を受ける。 東京のマリアンヌさんイコール呪霊を主としている。6歳の時に兄の後についてショートトラックを始める。2014から2015年のシーズンの間、背中を故障して十分な練習ができず、世界選手権大会で7位に終わった。翌年のシーズンでは背中の軽い故障と心身の疲労のため6ヶ月の休養を取った。2016から2017年のシーズンでは、 1000メートルと3000メートルでカナダチャンピオン位を獲得。さらに1500メートルで銀メダル、500メートルで銅メダルを手にした。世界大会ではソルトレークシティとドレスデンのリレーで銅メダル、高ーの1500メートルで銅メダル、上海のリレーで銀メダル、及びドレスデンの1500メートルで金を取得した。2015年カナダスピードスケート協会より、 ショートトラックのエトワール・モンタンテ・オブ・ザイヤー賞を受賞。2018年ピョンチャンオリンピックに出場。2月13日に行われた女子500メートルで4位となったが、その後の写真判定により2位でゴールしていた韓国のチェ・ミンジョンが失格となったため、キムが銅メダルを取得した。最初は優勝者のアリアナ・フォンタナとの接触のためと説明されていたが、その後、 それより前に、ブタンと接触していたためと発表された。翌日、ブタンは韓国人からネガティブなコメントを受けたと報じられた。一部のコメントは、殺害をほのめかす脅迫を含んでいた。2月17日に行われた女子1500メートルでは、銅メダル。2月22日に行われた女子1000メートルでは、銀メダルを獲得した。ありがとうございます。